また強くなっちゃったな。また強くなっちまったか。まだ終わるんじゃねえぞ、天道。最後にきっちりおやっさんの分を受け取ってからくたばれや。かすや。そうですね。今回の衆院選を振り返りますと、まさに歴史的な勝利と言っていいかと思います。実に議席の3分の2を大きく超えています。民事党が国民の民意を得たと、その分大きな責任を背負ったと受け止めております。総理、青木幹事長の果たした役割についてはいかがでしょうか。大変大きかったです。荻窪さんの引退から間もなくの衆院選でしたし、青木さんの功をなくしては語れない選挙でした。青木幹事長、今の総理の言葉を受けて一言お願いします。今回の選挙で民事党は大きく変わります。この国を良くしたいという我々の思いは、中身を伴ったものとして国民の皆さんに実感できるようお届けします。これまで深く切り込まれなかったグレーゾーンをはじめ、既得権益や天下りにただ乗りする者たちも皆白日の下にさらします。私のこうした理念は、かつて20年前にブリーチジャパンを創設した時から一切ブレてはおらず。何？幹事長、あの速報はどういうことでしょうか。殺人で逮捕状とありますが。いえ。どういうことだか。手違い。そう、何かの手違いです。記者の皆さん、落ち着いてください。何かの手違いが起きたようで。青木幹事長、青木亮という名は本当の名前じゃありませんよね。そうですよね、幹事長。ちょっと幹事長、説明お願いしますよ。あなたの本名は荒川雅人。先日横浜で殺された暴力団組長荒川真澄はあなたのお父上ではありませんか。すいません、決まりますよ。ご退場を。幹事長、幹事長、待ってください。幹事長、説明してください。荒川雅人って名前に聞き覚えありますよね。青木亮は偽名ですよね、幹事長。だから天道とは電話がつながらないんだ。もう何度もかけてる。荒川組の事務所も誰も出ない。で、そっちはどうなってるんです。総監、私に逮捕状って一体。確認中です。そのニュース速報というのも確認が取れていません。テロップは民主党本部のモニター画面にしか出ていなかった可能性があると聞いていますが。仮にそうだったとしても、それをテレビ中継してたんだから同じことでしょ。多くの国民があのテロップを目にしたんだ。誰が何の目的であれを流したのか、早急に説明をつけなくちゃならないんです。とにかく今は軽率に動かないことです。ミレニアムタワーへ行くのも避けるべきかと。そうはいかない。一番が、春日一番が、もし荒川組で証拠を抑えていたら後始末が厄介でね。その時はそっちにもいろいろ骨を折ってもらうことになります。後で動かなかったことを後悔しても遅いんだ。天道の親父とはまだつながりません。今連絡のついた若い衆は
ミレニアムタワーへ向かわせてます。いいだろう。俺のそばで護衛につくのを何人かに絞れ。ええ、わかりました。これを一番がやったってのか。あの一番が。天道。ずっと電話に出なかった。見ての通り、ちょいと忙しかったんですわ。沢城の隠してた音声データは？ありまへん。そいつのブラフやったんです。ブラフ。あ、そうか。ハッタリだったのか。そうか、そうだったか。ふん。で、一件落着でっか。いや、まだだ。こいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人町で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。でも、もうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせと。全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。どうだい、俺の演技力は。なかなかの役者じゃねえか、春日。だろ。今度オーディションにでも行くから。どうでした、俺の芝居は。一番。お前なんで。若、まだ続きがあるんです。天道。どうも脇が甘いですね、青木先生。あなたは外から雇われただけの私を使い捨てにしようとした。は？何を言っている。一体何の話を。天道が二人。さすがだな。ミラーフェイスとはよく例えたもんだ。ミラーフェイス。いろんな人間に姿を変える私の通り名なんですよ。いや、しかしこれってスクープだよね。青木亮、春日一番とその仲間を殺害するようヤクザたちに命令。大スクープだわ。素晴らしい映像が撮れましたね。早速ネットに流出させてしまいましょうか。よせ、やめろ。バカ。もうここまでですよ。潮時です。一番、てめえがこの絵を全部描いたのか。若にブラフの音声データの存在を伝えたのは天道を呼び寄せるためでした。でも若、あんたもきっとここへ来ると俺はそう信じてました。あんたも俺をよく知ってるように
俺もあんたという人間をよく知ってますから。ふざけやがって。バカ、あんたを止めるにはもうこうするほかなかったんです。あんたもう自分自身でも止まり方わかんなくなっちまってんでしょう。何、知事になって昔自分をバカにした連中を見返して権力者になった。でもそれで何が手に入ったんです。今のあんたには大事な人間もいねえ、あんたのことを大事に思ってくれる人間もいねえ。持て余した権力に目がくらんで、てめえが何をなくしたのかも分かってねえ。ならその先は手にした権力守るために邪魔なもん全部消し続けるだけの人生だ。そんなもん望むほどあんたバカじゃなかったろ。知ったような口を聞くな。でもそれが事実だろう。事実だとしても俺は前に進むだけだ。誰も俺を止められやしない。いや、俺が止める、絶対に。やれ、こいつら全員ここで始末しろ。確実に始末するんだぞ。私の番です。寝てんのか？寝てんのか？やってみろ。どうしたんや？やんのか？何や？寝てんのか？何や？これをどうぞ。ほら来いよ。ありがとう。私は相手です。はい。ああもう終わりなんやるんだ。めじゃあこの流してみろ。行くで。で寝てんのか。俺まった本気でやつやねん。私が相手で寝てんのか。なめんなよ。回復だ。もうちょいやめんなよ。だけどな。なんや、そう寝てんのか。勝てると思ってる。見せてやるよ。かかってきなさい。これや。きねえ。これで終わりや。ほら。私が相手です。はい。何やるや。さあ、もう終わりかい。勝てると思ってる。あ、すらえ。くらえ。やんねー。かかってきなさい。ほら来いよ。行くで。寝てんのか。やってみろ。俺の番。やるんか。私が相手で。どうしたんや。なめんなよ。ザコめ。なんや。やってみんか。来てみろ。寝てんのか。どうしたんや。やってみろ。かかってきなさい。よっ。はい。派手に行こうか。私の番です。ほら来いよ。いや、どうしたんや。やんねえ。ザコ。寝てんのか。来てみろよ。どうぞ。俺何や。どうしたんや。君はどうするか。私が相手でやってん。ほら来いよ。やってみんか。寝てんのか。なんや、やってやろう。やってるとは。あ、やってくんないか。来い。ああ、
ちょっと何やって。サミー立て直さねえと。よっしゃ、話が相手で。とっておきだ。やってみろ。命を大事に。これで。ありがとうございます。寝てんのか。いいや、なんだてめえ。してみろ。え、さて、ラベルと思ってるよ。いや、まだ本気でやって。おれおれ、はい。じゃあこっ、なんや、なに、きねえ。あ、そう、2回目に合わせます。これや、やけむちゃがんべい。やれんか。やってみろ。なんだてめえ。私が相手で。はい。さて、やってみんか。痛い目に合わせますよ。寝てんのか。邪魔だよ。なんや。ガブルくん、俺俺本気でやってんやん。どうしたんや。いや、やめんか。遊んでくれてんのか。やめんな。私の番ですね。どうしたんや。ああ、もうちょい楽しめると思ったけど。前なんや。負けると思った。俺俺本気でやってんや。痛い目に合わせますよ。終幕と行くか。ちょっと遊んでくれないか。なんだてめえ。どうしたんや。おい、行くわ。これで元通りだ。まった本気でやるって。出てんのか。やってみんかい。勝てると思ってるな。遊んでくれないかな。どうしたんや。おれおれ、やってみろ。回復ですね。まった本気でやる。ほら来いよ。私が相手。なんや、俺の番。ずらおれ、ガキなめす。2回目に合わせる。なんや、くらえ。勝てると思ってるよ。遊んでくんないか。やってみんか。してみる。どうするかね。ねえ、私が相手だ。もう終わりかい。俺俺やめんなよ。ドライ。やってみろ。アミー、ちょっとしんどいな。やってきなさい。やってみんかい。なんや。姫。どうしたんや。本気でやってんやん。はい。痛い目に合わせますよ。やめん。やめんな。なんや。見せてやるよ。どうしたんや。勝てると思った。あ、すんげえ。やってみろ。してみろ。せーや。まった本気でやってん。終わりや。ああ、やってみんかい。邪魔だよ。私が相手。俺俺。俺の番か。やめんの。やってやろう。やめて。かすんでくんないから。おい、こっちがピュースだぞ。警護の連中が奴に集まりやがった。あれだけがっちり守られちゃ。まずは警護の連中を一人ずつ剥がして。なんや、直さねえと。2回目に合わせますよ。ほら、本気でやってさぬけがよろしくないな。やってみろ。してみる。うらえいや、行くで。やめんの。
シャーマキと行こえ。俺の番だ。どうしたんや。叩きなめ。メーテンの方だ。どうするかね。まった本気でやってん。かかってくださいメーテンの方。してみろ。行くぞ。行くぞ。よいしょ。私の番です。まった本気でやってん。おれおれ来いよ。なんややってみろ。寝てんのか。どうしたんや。いやしてみろ。やーい、お願いだ。俺の番だな。痛い目に合わせますよ。おれなんや。ザコ私が相手で遊んでくんないかね。取っておけ。やってんのか。やってみろ。行くで。かかってきなさい。本気でやってん。ほら来いよ。こっちに来い。なんや。あいつ。しゃあな。さて。ザコめ、なめるタイミングに合わせて。よ。はい。はい。派手に行こうか。え。じゃあ。誰と思ってるよ。俺の番。遊んでくんないか。寝てんのか。私が相手で行くぜ。してみろ。本気でやる。おれおれ。やめろって。どうしたんや。なめんなよ。おれおれ。やってみろ。始末します。これで終わりです。やってみなさい。行くぜ。これで終わりや。よし行くぞ。まった本気でやってん。遊んでくんないかも。ほら来いよ。私の番ですね。やってみろ。やってみろ。本気でやってん。してみろ。
最終大喜利ぶちかまっせ。おーせいやさて私の番です。やってみろ。ほら来いよ。それは。おやつ。まったく。何でやってん。こっちに来い。かかってきなさい。俺の番か。なめんなよ。出ると思ってる。それ俺。やってやる。私が相手で、ほら来いよ。やんのか、ね、これや。やってみろ。さーて。してみろ。どうしたんや。やってみんかい、ザコが。よし、ほら来いよ。俺の番だ。痛い目に合わせますよ。どうしたんや。俺俺邪魔だよ。てれー、私が相手で勝てると思ってるよ。行くぞ。俺俺どうしたんや。痛い目に合わせますよ。やってみろ。やんねん。やってみんかい。こいつを使え。かかってきなさい。ありがとう。してみろ。どうするかね。俺俺行くぞ俺。よいしょ。どうなっとんや。私の番ですね。勝てると思ってるよ。まあ本気でやるね。おい、こっちが手薄だぞ。さて、ん？やるんか。ほら来いよ。痛い目に合わせますよ。ああ、やめんな。やるか。返す。俺の番だな。遊んでくんないか。かかってきなさい。じゃあ見せてやるよ。はい、全力で行くぞ。勝てると思ってる。食べに行きましょう。食べんなよ。本気でやってん。やってみろ。なんや。痛い目に合わせますよ。
やめてんのか。やめるとか。俺の最終奥義ぶちかますぜ。おほら来いよ。食べに行きましょう。ねえ、食べに行こうぜ。なんや。叩きのめす。寝てんのか。いや、そうなんや。なめんなよ。やんのか。くらえ。寝てんのか。ほら、やるぜ。ほら、やるぞ。やってやろう。こいつを食らえ。ほら来いよ。ちょっと来てくれ。私の番ですね。はい。仕切り直すといきますか。活躍しちゃうよ。痛い目に合わせますよ。邪魔だよ。見てんのか。してみろ。私が相手で。俺の番か。来ねえ。まった本気でやってん。おっや。行くぞ、おら。よいしょ。手加減なしだ。はあ。大丈夫か、みんな。大丈夫とは言い切れませんね。くそ、もう少し若ければもっと動けたのにな。体が言うこと聞かないわ。さすがにきついね。みんなしっかりしろ。そうだ、手当てを。俺らのことはいい。それより一番早く青木を追え。え？今青木の野郎は一人だ。あいつをぶん殴る絶好のチャンスだぜ。私たちのことはいいから、ここは任せて。行って一番。だけどよ、私たちが信用できないんですか。俺たちがお前の助けがねえとのたれ死んじまうようなヤバな連中じゃねえことぐらいお前が一番分かってんだろう。お前ら決着をつけてこい。一番、どん底から這い上がった男の強さ見せてやれ。分かった、ちょっくら決着つけてくるわ。ありがとうよ。おめえらは最高の仲間だ。
俺とサシなら丸腰でも勝てるって。調子に乗るな。ちっそう来なくちゃ。そのムカつくにやけ面ぶっ潰して二度と笑えねえようにしてやるよ。
バン、てめえみてえなクソがこの俺を。生まれ変わったんだよ。だから…だから…それが何だってんです。だから俺は…この日本を…綺麗にしてみせる。それを…俺はできるんだ。多くの人間が…それを、正義を望んでいるはずだ。でも実際のあんたは好き放題やって他人にケツ吹かせるしか能がねえ。なんだと？今のあんた、どんな人間であろうとちょっとでも邪魔になりゃすぐ使い捨てる。この先もあんたの言う正義ってやつで親さん平気で殺すつもりだろう。ほっときゃ沢城の頭だって殺されてたはずだ。ずっとあんたに尽くしてきたあの人まで。人間にはな、二つの種類がある。使う側と使われる側。つまり替えの効かない人間と、いくらでも替えがいる人間だ。なんだと？あいつらは所詮使われる側の人間だ。俺とは違う。だったら使われる側は犠牲になんのも仕方ねえってことかよ。多少は分かってきたか。ふざけてねえ！てめえと俺は同じ日に生まれた光と影みたいなもんだ。もちろんてめえが光だぜ。昔からてめえは俺にねえもん全部持ってた。本当に初めから全部持ってたのに、なんであんたそんな人間に。警察だ！全員そこを動くな！春日、ただの警官じゃねえぞ。総監の息がかかってるはずだ。指示。ここで一体何が？あんたは一からやり直すべきだ。いや、やり直さなきゃならねえ。一旦全部捨てて、どん底からやり直しましょうよ。若なら、どん底からまた這い上がれますって。そのためなら、俺も昔みてえに、ずっと、いつまでも、そばにいます。それがおやすさんに、俺が組に入ってからおやすさんにずっと頼まれてた仕事なんですから。俺たちを殺すために偉人町で爆弾使ったのは天道だ。その命令はこの青木亮から出された。
そして死に損なった俺らを見た青木亮の反応が。それでこいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人町で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。でももうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせと。全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。この映像はすでにネットへ上げられています。民事党にはアンチも多いようで、多くの人間が瞬く間に拡散させていますね。警視総監の判断を仰ぐ必要があるかとは存じますが。あまりいい状況ではありませんね、知事。ひとまずここは出ましょう。署までご同行いただけますか。バカ。離れろ。来たらこいつの頭を吹っ飛ばす。もうやめてください、バカ。おやっさんに俺の面倒を頼まれたから一緒に一からやり直そうだと。親父がどうの、杯がどうの、俺は昔からヤクザのその家族ごっこが大嫌いだった。義理だ絆だと仲間意識を押し付けてくる。鬱陶しくて仕方ねえんだよ。銃を下ろしてください、若。警官を人質になんて取ったら、いくら若でも殺されちまいます。俺はもう家族が死ぬのは見たくねえんです。家族？笑わせんな。誰がてめえの家族だ。若が何と言おうと、俺にとって若は家族なんです。生まれて初めてできた友達なんです。なのに俺はあんたが暴走すんのを止められなかった。そして親さんはもう帰ってこれねえ人になっちまった。でも若はまだ帰れるところがあります。帰ってきてください、お願いですから。そっくりだな。え？つくづく何から何まであのクソ親父にそっくりなんだよ、お前は。そういうところが昔から好きになれねえんだよ。